フィリップ・ノバークはチェコのサッカー選手。チェコ代表。ポジションは DF。2014から15シーズンにホルトゥナリガでディフェンダーとしては史上最多得点となる11得点を記録した選手である。2007年に FC ズリーンに加入し2009年にトップチームに昇格18歳で初出場を記録した。その後、 2008から09シーズンでクラブは降格したが、若手である彼にとっては、出場機会が増える後期となり、2009から10シーズンからレギュラーとして活躍した。2011年7月に FK は海とヤブロネツに移籍。2012年10月1日に一部で初得点を記録した。2013年5月17日に、ポハールチェスケポシュスティ決勝にフル出場。 PK 戦までもつれ込んだが PK を決めて優勝に貢献。チェスキースペルポハールも獲得した。2015年夏に FC ミッティランに移席。2018年にトラブゾンスポールに移席。2020年にフェネルバフチェース k に移席。2015年3月31日に行われたスロバキア代表との親善試合で代表初出場を記録した。 2017年10月8日の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ C のサンマリの代表戦で代表初得点を記録した。ありがとうございます。